小沢スマッシュです。もっちゃんです。エレチャスです。はい、今日もやっていきましょう。ライズオブキングダムっていうことで、はい、今回は都市装飾コンテストをやろう。イエイ。前編これはね、まあ僕っていうよりかはヒデチョスがなんか前からこの装飾やるっていう話をしてたけども、待てど待てど始まらないんで僕が言いました。でね、城のその装飾綺麗にしようみたいな話してて、まあちょうどこのね2周年のイベントで来てるじゃないですか、コンテストが来てますね。じゃあこのもうタイミングしかないでしょ。ちなみに、ヒデチョスさんの城どこや？あったあった。いやもう一旦大丈夫です、話脱線するんでまあヒデチョスさんのこの天下一武道会もどきの、これでもいいと思うんですけどね僕。だから3人であのコンテストに応募して選ばれるかどうかやろうよ。やりましょう。でこれ選ばれたらコンテストに参加して報酬を勝ち取りましょうで仙台屋もらえるやん。仙台屋か。仙台屋でかない。地味に嬉しい。いける？みんないける？うん、オッケーオッケーオッケー。多分うちが勝つんちゃうかな。いつまででしたっけ？26投票。投稿期間が25日の23時59分まで。なるほどですね。だから26からもう多分選ばれるかどうかの話になるから、25までに投票せなか。まあ明日明後日で仕上げなあかんってことやな。そうやな。まあ言い訳はもうなしな、時間がなかったとか、もう全力をもうこうなったからには出してもらって本気の城の装飾ちょっと作ってください。ちなみにうち一回もさ今までこのレイアウトを変えたことがないんよ。なんかほんまに草とかボーボーやねうち一番初期の。だから変わり幅は一番うちがでかいと思うし、一応なんていうの、男の人より女の人の方がこういう細やかなことはできるんちゃうかなって思ってる。確かにそれはね言えてますね。いやいや今まで草ボーボーやったやろボーボーやったそんなやつが急に変わらんやろ。いや一番いいんちゃうかな、なんか自信あるわ。まあ勝手にハードル上げてください。じゃあ皆さんそんな感じで装飾頑張ってもらって、まあまたあのできた、26ぐらいにまた動画撮ろうか。じゃあまあ完成してるはずやん、26やったら。分かった。そしたら一旦その完成前、手入れする前も写真撮っとかなあかんやな。ああそうやな。まあおっちゃんの見ようか。どこおんねや。おっとおっと、めっちゃ草ぼうぼうやろ。初期の端っことかイラったことないもんこれ。え草別に普通やん。えほんまにこんなもんやろ。こんなもんなんかな。まあこれがもっちゃんの城な。で俺が、まあ、俺もなんかもうごちゃごちゃしてんな。はい、こんな感じです。まあこっからちょっとまあ3人どうなるかやっていきたいと思いますんで、26日にまた会いましょう。会いましょう。ちょっと待って、はい、誰かを参考にするとかなしにしよう。自分の感性だけでいこう。いやいやもうそこはもう自由にさしてよそんなパクろうがパクらまいがこっちの向かってやん。そんなそんな、なんかいやちゃう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 。だからその何こう誰かの影響を受けて作ったになるかもしれへん。いやいやオリジナリティよ。いやそれはオリジナリティを極力追求するけど、でもそんなたまたま被るかもしれへんやたまたまね。うん、そんなんどうこう言われてもな。なるほど。そんな細かいとこはちょっと言わんといてほしいな。オッケー。そうだ。じゃあそんな感じで頑張ってください。頑張ります。頑張りました。ってことで26日に会いましょう。はい、会いましょう。会いましょう。ではまたね。バイバイ。バイバイ。